はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。今日はね、体の話です。そんな怖い話の内容じゃないですよ。軽い薄い話ですので、気軽に聞いてください。久しぶりに気づいたことがあったんですけど、というか、久しぶりに体にこう異常が出ましたね。以前寝てたら足がつるとお話ししたことがあるんですけども、最近ね、指がつるごとにね、気がつくようになりましたね。歯磨きをしていると、こう歯ブラシを支えている指一本がこうね、つったりとか、ピンってつったりとか、何か袋を開けるときにこのつまんだ親指、こっちの親指がつったりとか、一番最近ではその病院でね、書類にこう名前を書くことがあったんですけどね、その名前を書くだけで、この曲げてるこの人差し指がね、つりました。骨髄移植後、おかげさまで1年1ヶ月が過ぎてですね、来月の上旬を過ぎると1年2ヶ月になりますけども、新しい体の変化ですね。こんな軽々しくね、話するということはですね、痛みは全くないんですよね、本当に。恐怖に駆られてるわけじゃございません。足の場合はですね、激痛なんですけど、指の場合はなんかこう固まってるなーっていう感じでね、やったんです。違和感はその都度あったんですけども、別に興味なかったというか、何なんでしょうね。何これみたいな感じで、重要だとは思ってなかったです。だからね、特に先生にこうね、報告するわけでもなくてですね、報告したところで、足の薬とね、同じで、なんやろねってこう言われるだけでしょうし、これからね、さらに変化があるかどうかはわかりませんけども、これもね、骨髄移植後の異常な反応なのかもしれません。ひょっとしたらね、免疫抑制剤の仕業かもしれませんし、免疫抑制剤が少なくなって、僕の免疫力をこうね、抑えやんでもええようになっても、この抑えんでよくなったら、この釣りがね、なくなるかもしれないのでね、それもこれも経過観察として向き合っていきたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。